はい、展開させて、おし、今から順突き、逆突き、前手の下突き、後ろの手の下突きの受けの練習をしていきましょう。組手立ちでしっかりと構えて、順突きは後ろの手の外受け、逆突きは前の手の外受け、前手の下突きを打った場合は後ろの手の外受けの状態から肘を支点にしてぐるっと手を回転をさせて払っていきましょう。逆に後ろの手の下突きの場合は前手の外受けをした状態から肘を支点にして回して払うようにしましょう。今から順突き、逆突き、下突きを自分がランダムに打ちますので、それに対してしっかりと受けるようにしましょう。お互いに礼、構えて始め。以上で練習終わります。自宅でコツコツ頑張ってコロナに負けないよう練習していきましょう。おっし。